霊夢、いきなりだが質問だ。人はなぜ喧嘩をすると思う？そうねえ。私だったら、楽しみにとっておいたプリンを、勝手に誰かに食べられたら喧嘩開始ね。ほう。なるほどな。それだけ霊夢にとって、プリンは大事なものということだな。まあそうね。程度は違うかもしれないが、人類の歴史において、そういった争いはたびたび繰り返し起きてきたんだ。何よ急に。今回のテーマは、いつもと視点を変えていくぞ。そういうことだったのね。じゃあ今回の動画では、なぜ戦争は始まるのか？ということについて話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。はじめに確認だが、そもそも戦争って何なんだろう？霊夢、説明できるか？いきなり私？そうねえ。国と国が、銃や爆弾をバンバン使って争い合うことかしら。大体そんな感じだぜ。広辞苑によると、戦争には二つの意味がある。一つ目は、戦い、戦、合戦。二つ目は、武力による国家間の闘争だ。一つ目の意味はかなりざっくりだね。どちらかといえば、二つ目の意味がしっくりくるわ。人類史上最悪の戦争とされる第二次世界大戦や、今まさに争い合っている、ロシア・ウクライナ戦争もそうだよな。私も戦争と言われたら、まずその二つを思い浮かべるわ。考えてみたら、どっちもすごく怖いなーってイメージはあるけど、どうして始まったのかはよく知らないわね。残酷な出来事、悲しい出来事はクローズアップされるが、そもそもなぜ、という点については、あまり触れられないことも多いようだ。この二つの戦争のきっかけについては、後ほど解説するぜ。まずは、どんなことがきっかけで、戦争なるものが始まるのか、いろいろな可能性を考えてみよう。先に全体を知っておいてから、細かい部分を見る方がわかりやすいわね。そうだぜ。この動画ではまず、戦争の種類を大きく5つに分ける。その上で、それぞれの原因を紹介しておこうと思うぞ。5つも？戦争は戦争じゃないの？要は、国と国の喧嘩だからな。霊夢が誰かと喧嘩するときだって、原因はいろいろあるだろう？確かにそうね。私は食べ物が原因になることが多いけど、続けてちょうだい。まず1つ目は、民族の争いだ。世界には、数多くの民族が存在する。民族とは、言語や宗教、習慣などの文化を共有するグループだ。それぞれの民族にはそれぞれの歴史があり、受け継いできた考え方がある。考え方が相入れなければその違いが火種になり、民族と民族の間で戦争が起こる場合があるぞ。お互いの考え方を尊重して、仲良くしよう。ってわけにはいかないものなのね。2つ目は宗教の争いだ。この場合もやはり、考え方の問題だな。宗教が違うということは信じるものや教えが違うわけだ。その違いがきっかけとなって争いが起こり、戦争に発展する可能性があるぞ。要するに、うちの教えは絶対だ、他は絶対に認めねえぞ。ってこと？ああ、そうだな。さらに、うちの教えをガンガン広めるぜ、とか、教えに背く奴はぶっ倒してやる、とかいう人たち方の国を相手に戦い始め、それがどんどん広がって、戦争になったりするぞ。他の人のことは気にしないで、信じたいものを信じたらいいのにね。三つ目は資源の争いだ。資源といえばやっぱり食べ物だよね。食い物の恨みは怖いっていうもの。確かに食べ物は重要な資源だが、戦争のきっかけになるのは主に鉱物資源だな。金やダイヤモンド、石油やウランといった鉱物資源は、膨大な富を生む。そのため、様々な鉱物をめぐって、争いが巻き起こるんだ。貴重な鉱物を独り占めしたいからって、戦争までしちゃうってこと？そうなるな。特に、武力で人を支配しようとする。武装グループが争いを起こすことが多いようだ。グループ同士で戦ったり一般の住民に暴力を振るったりして、鉱物を独占し、お金を儲けようとするぞ。なんだか怖くなってきたわ。4つ目は政治の争いだ。例えば、一人、もしくは少人数が政治を独占する独裁政権が続くと、当然、住民は政治に不満を持ち始める。その不満が大きくなると反対運動が始まり、内戦へと発展する場合があるぞ。内戦って何？要は、戦争の国内版だな。一つの国の中で複数の勢力が対立し、武力によって衝突することだぜ。むやみやたらと押さえつけるだけじゃ、そのうち痛い目を見ることになるのね。5つ目は領土の争いだ。場所の取り合いが激しくなって、戦争になるパターンかな。ああ、そうだ。例えばアフリカ。これは現在のアフリカなんだが、地図を見て何か気づくことはないか？国境がピシピシッとまっすぐになっている場所が多いわね。それだ。これだけ綺麗にまっすぐになっているのは、緯線や経線を利用して決められているからだ。昔、アフリカの国々は、ヨーロッパの国々に支配されていた。わかった、植民地ね。その通りだ。
ヨーロッパの国々は東のアフリカそっちのけで、勝手に話し合い、アフリカを分けっこしてしまったんだ。なるほど、手っ取り早く緯線や経線でビシッと分けたから、こんなにまっすぐなのね。そういうことだ。勝手に決められた国境に納得できない国同士が、領土をめぐって戦争を起こすことがあるぞ。ちゃんと当事者同士で話し合って決めていたら、避けられた戦争もあったのかもしれないわね。と、ここまで5つ挙げてきたが、実際のところは、この戦争はこれが原因、とはっきり決められないことが多々ある。いくつかの問題が組み合わさって争いに発展する場合が多く、戦争や紛争の原因を一つに特定するのは難しいものなんだぜ。中には冗談のような理由で戦争が始まったこともあるんだ。何それ、気になる。その辺は後ほど説明するとしよう。では実際の戦争の原因を見ていこう。まずは、ウクライナ戦争だ。今まさに戦ってる真っ最中ね。ニュースで見るたびに、早く終わらないかなって思うわ。この戦争のきっかけは、知っているかい？え、ロシアがウクライナに攻め込んだからでしょ？ああ、そうだな。当然ウクライナは反撃し、互いに譲らず戦争はどんどん泥沼化している。だが、そもそもロシアはなぜウクライナに攻め込んだんだろう？ね、なんで？理由は大きく二つあるとされる。一つは、ロシアと仲が良くないグループに、ウクライナが入るのを邪魔するためだ。そのグループこそが、北大西洋条約機構、通称NATO だ。聞いたことある？アメリカやヨーロッパの国々で作る、お互いに守り合おうねって集団でしょ？そこにウクライナが入ったら、ロシアにとって何か困ることがあるの？実は NATO は、元はといえば、ロシアに敵対するグループとして生まれたんだ。ロシアがまだソ連だった頃に、ソ連を中心とする東側陣営に対抗するため、西側陣営が手を取り合って設立したのが NATO だった。今では30カ国の王女隊となり、お互いの国々を守り合っているぞ。ライバルの仲間に入ろうとするから、ムカついて攻撃ってこと？ちょっと理不尽すぎない？確かにそう思えるかもしれないな。ここに、ロシアが戦争を始めたもう一つの理由が関連してくる。ロシアは、ロシア人とウクライナ人は一体である。という考えを持っているんだ。何それ、やっぱり勝手じゃん。まあ確かに、そう思える要素もあるんだけどな。ウクライナは、もともとはソ連を構成する共和国の一つだった。ソ連が崩壊した1991年に独立を宣言してウクライナという国になり、その後、国内では親ロシア派と親欧米派が対立を続けてきたんだ。住民の2割がロシア系で、ロシア語を話す人も多くいる。さらに、ウクライナの母語であるウクライナ語は、ロシア語と同じ祖先を持つ言語で、共通する部分も多い。ロシアとウクライナは元は同じ国で言語や文化も近い。いわば兄弟国というわけだな。だったら仲良くしようよ。なんで攻撃しちゃったの？ロシアのプーチン大統領本人の主張はこうだ。東ウクライナには、ロシア語を話すロシア系住民がいる。彼らはウクライナに迫害されている。助けなければ、要は、正当防衛を主張しているんだな。なお、当時は戦争ではなく、特別軍事作戦を行っていると説明していたぞ。またプーチン大統領は、NATO がロシアに敵対的な態度をとっているとも言っている。じゃあロシアは、ひどい目に遭わされてる仲間を助けようとしてて、しかも喧嘩を売ってきているのは向こうだってこと？だったら仕方ないか。しかし、この二つについては具体的な証拠がない。ロシア側の思い込み、あるいはロシア側に作り出されたフェイクニュースの可能性もあるぜ。2014年、ウクライナで政権が交代した際、その混乱をついて、ロシアはウクライナの南の一部を占領し無理やりロシアに取り込んだ。以降、東ウクライナにもこっそりと軍隊を送って、ロシアの勢力圏にしようとしてきた。脅威を感じたウクライナはロシアに対抗すべく、軍事面では NATO へ、さらに経済面では EU への加盟を目指すことにした。どっちにしても、加盟されたらロシアにはかなり不利になりそうね。その通りだ。ロシアは、自分たちから離れようとするウクライナを引き止める最後の手段として、ウクライナ全土を占領してしまおうと考えたわけだ。それができないにしても首都キーウを攻撃して大統領を変え、ロシアにとって都合のいい政権を作ろうとした。それが戦争の原因だ。なるほどね。さっきの5つの中で言うと、政治的な争いってことになるのかしら？そうだな。加えて、民族や領土などの問題も合わさっていると考えられるぜ。次に、太平洋戦争の原因についても見ていこう。太平洋戦争っていうのは、第二次世界大戦のこと？正確には少し違うけどな。太平洋戦争は第二次世界大戦の一部だ。1941年から1945年に、日本がアメリカなどの連合国と戦った戦争のことを指すぞ。OK、続けてちょうだい。
太平洋戦争は、日本からアメリカに宣戦布告して始まった。1941年12月、ハワイの真珠湾に停泊していた、アメリカの艦隊に、350機の日本海軍の攻撃機が奇襲を開始したんだ。社会の授業でやったわ。真珠湾攻撃ね。ああ、そうだ。この時点でアメリカは、日本の約8倍もの国力を持っていたぞ。そんなの勝てるはずないじゃん。完全なる負け戦だわ。霊夢の言う通り、日本にとっては無謀な戦いだと言わざるを得ない。しかしそれでも戦争を始めたのには、何か理由があるはずだ。まずは、開戦までの経緯を見ていこう。順を追っていかないとわけがわからなくなっちゃうものね。まずわかっておかなければならないのは、日本の政治の状況だ。戦前の日本はすでに民主主義になっていたものの、まだまだ未熟な状態だった。民主主義がきちんと機能しなかったせいで好戦的な軍が暴走し、そして起こったのが、満州事変だ。聞いたことあるわ。日本がいきなり戦狼爆破して、満州を占拠しちゃったんだっけ。ああ、そうだ。満州事変で満州を一気に占拠できて調子に乗った日本は、さらに領地拡大の意欲を燃やし、中国大陸への進出を推し進めた。もちろん中国だって黙っちゃいない。戦争が始まり、どんどん泥沼化していった。そして、ゴリ押しで領土を拡大しようとする日本の動きに反対したのが、アメリカやイギリスだ。おお、やっとアメリカの登場ね。両国が中国に武器を供与するなどの支援を行ったために、日本はどんどん不利な状況に追い込まれていく。結果として日本は、日中戦争が解決しないのは、中国を支える奴らのせいだと考えるようになった。そのうち第二次世界大戦が始まり、日本とアメリカが別陣営のメンツに入った。完全に対立する形になったわけだな。結局のところ遡って考えると、民主主義がちゃんとしてなかったから、日本がイケイケモードで領土を拡大していって、結果的にアメリカと敵対して戦争が起こっちゃったってことかな？つまり根本の原因は、ダメダメな民主主義だったと。それがまず一つ目の理由だな。だが、理由は他にもある。その後も日本はどんどん軍を進めたので、怒ったアメリカは、石油やくず鉄の輸出を禁じる経済制裁を発動した。日本ってそういう資源はあんまり持ってないんだよね？めっちゃヤバいんじゃない？ああ、かなりヤバい。何しろ日本は、石油などの天然資源の大部分を、アメリカからの輸入に頼っていたんだからな。それなのに、石油の全面禁輸を受けてしまったので、日本政府はかなりの危機感を抱いた。しばらくは外交交渉を続けていたが、アメリカは頑として譲らない。もはや戦争をするしか国家の生存を確保することはできない。となって、最終的に開戦を決定したぞ。アメリカに依存していたせいで、逆に戦争になっちゃったの？なんだかややこしいわね。そうだな。だが、さっきの5つのきっかけに照らし合わせてみるとどうだろう？今回は、経済と領土、あとは資源もだよね。確かにちゃんと当てはまっているわ。ことの経緯は複雑でも、原因はやはり基本パターンのどれかに分類されるということだな。ねえマリサ、ふと気になったんだけど、今まで見てきた2つは、結構最近の戦争だよね。じゃあ、人類が初めて引き起こした戦争ってどんなものだったんだろう？そうだな。現在のところ歴史上で最も古い戦争の後とされているのは、スーダンのヌビア砂漠にあるジャバルサハバ117遺跡だ。ジャバサンバ？ジャバルサハバ117遺跡な。ここから見つかったのは、約1万5000年前の旧石器時代の人骨だ。それらの骨は武器で殺傷されたもので、しかもその数はおびただしいものだった。この人骨が発見されるまで、戦争の原因は、富の奪い合いだと考えられていた。だが、旧石器時代は、穀物の生産も家畜の飼育もまだ始まっていない。そんな時代に戦争の可能性が示されたことは、これまでの戦争に対する見方に待ったをかけたんだ。また、日本で初の戦争に関して言えば、縄文時代か弥生時代かで意見が割れている。だが、少なくとも弥生時代に戦争をしていたことは、ほぼ間違いないと言えるだろう。その最たる証拠が、先ほどのような殺傷人骨と、高地性集落跡だ。高地性集落？地から察するに、高いところにある集落の跡かしら？その通りだ。弥生人は小高い山の上に村を築くことで、敵の来襲を防いだのではないかと考えられている。また、縄文時代に比べて殺傷能力の高い大型の石の矢尻や、金属製の武器が多く出土していることも、弥生時代に戦争があったことの証拠だと言えるだろう。そもそも、武器が武器として最初から存在したとは考えにくい。え？武器以外の何だったの？おそらく、狩りの道具だろうな。縄文時代に使われた狩猟のための弓矢や槍が、戦闘に転用されたと見る方が自然だろうな。実際、
縄文時代の遺跡からは、腕に突き刺さった矢尻が、致命傷になったと考えられる人骨が出土するなど、戦闘の証拠となる事例が複数知られている。その場限りの争いだったのか、今のようにある程度の時間にわたって戦いが続いたのかはわからないが、狩猟採集社会でも戦争があったことは疑いないと思われるぞ。人間って、随分古くから争い合ってきたのね。ここからはもう一つ、冗談のような理由で始まってしまった戦争を紹介しよう。待ってました。時は1925年。事件はヨーロッパで起こったぞ。当時、ブルガリアとギリシャは関係が悪く、両国は緊張状態にあった。そんなある日、国境付近で一人のギリシャ兵が野良犬を追いかけ回して遊んでいた。すると彼は、誤って国境を越え、ブルガリア領土に侵犯してしまったんだ。いやいや、侵犯って大げさな。勢い余ってうっかり入り込んじゃっただけでしょ？だが、張り詰めた緊張状態の中では、うっかりはうっかりで済まされない。不幸なそのギリシャ兵は、ブルガリア兵に撃たれてしまった。この事件を受けてブルガリア政府は、銃撃はやりすぎだったとして遺憾の意を表明した。一応は悪かったって態度を見せたのね。まあまあ大人の対応だわ。だが、ギリシャ政府の方はそれでは満足しなかった。撃った当事者を罰すること、ブルガリア政府の謝罪、そして被害者遺族に2万フランの賠償金を支払うことを要求し、さらにその全てを48時間以内に行えと言い出したんだ。せっかく穏便に済みそうな雰囲気だったのに。おまけにギリシャは、ブルガリアのペトリックに侵攻して、占拠してしまった。ブルガリアもこれは受け入れられず、ペトリックを取り返すべく戦闘状態に突入。大変、野良犬と追いかけっこしたせいで戦争が始まっちゃった。幸い、この時点ですぐに国際連盟が介入し、戦闘の即時停止、ギリシャ軍の撤退、ギリシャがペトリックの町へ損害賠償を支払うことを命じた。両国ともこれを受け入れたため、戦争は拡大せずに済んだぞ。はぁ、よかった。怖いしたくさんの犠牲者が出るし、戦争に良いことって何にもないわよね。なんとかこの世から消しされないかしら。では最後に、世界から戦争をなくすために私たちが何をすべきかを考えよう。国際 NGO のワールドビジョンは、難民などの子供たちを対象に、教育支援事業を実施している。なぜなら、世界から戦争をなくす最も重要な方法の一つは、教育だと考えているからだ。世界各国の事例によると、教育の不平等が存在する地域とそうでない地域で、暴力的な紛争が起こる可能性を比べると、不平等がある地域の方が約3倍も高いそうだぜ。反対に、中学校や高校の就学率が平均値より 10% 高まると、紛争のリスクが 3% 減少するというデータもあるぞ。確かに子供たちの教育はとっても大事だよね。でも、それがどうして戦争に関係してくるんだろう？国を立て直すためには、教育を受けることで身につけるいろいろなスキルが必要だからな。例えば難民の場合だと、紛争が終わり祖国に戻った時、荒廃した祖国を再建していくのは、今の子供たちだ。教育を受ければ、いろいろな知識が身につく。それだけでなく、異なる意見が出た時に、暴力に訴えず解決する方法も学ぶこともできる。話し合いを重ねて、みんなが納得できる方法を探すのね。その通りだ。それが結果的に平和な祖国を再建することになる。すべての国が話し合いや譲り合いで、折り合いをつけられるようになれば、きっと世界から争いがなくなるはずだぜ。私、いつもお兄ちゃんに気に入らないことされたら、カッとなって喧嘩になっちゃうのよね。戦争をなくすには、まずは身近なところから、今度からはできるだけ冷静になって、話し合いで解決できるように努力してみようと思うわ。それはいいな。もちろん難しいことではあるが、みんなが霊夢のような考えを持つように心がければ、平和な世界に向けて大きな一歩を踏み出せると思うぞ。じゃあ今回はこんなところで終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。